はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水尾です。いつもありがとうございます。今日はね、今までに僕が投げたことないメーカーのボール投げてみたいと思います。ビッグボーリングというメーカーのですね、その名もビッグシブというボールです。E7 パールリアクティブの、RG が 2.468、 デルタ RG が 0.04 の対象コアということでね、ちょっとアメリカ産っていうのは、メイドイン USA って書いてあるんで知ってるんですけど、どこの工場なのか僕は初めて投げるので分かりません。でも文字がね埋まってるから、なんかいわゆるモーティブっぽいような感じなんですけどもね、スペックが正直分かってません。もうカバーの強さとかも分からないので、投げてみた直感でね、これは、今日はコメントしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。レイアウトがですね、40度 ×41 ×30 度で上げてます。いわゆる強い目のオーソドックスなレイアウトにしてありますので、このボールの評価していきたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きましょう。ビッグシム。ビッグボーリングですね。発売元は、ソシオジャパンさんが代理店をされています。でもう契約プロがね投げてる姿は見たことあるんですけど、全然情報まではね入手できてないので。はい、1フレーム。おお、結構当たりはいいな。レインコンディションは41フィートの昨日リーグ戦で使ったレーンなんで、ある程度のコンディションは把握できてるつもりです。のでだいたい10ボード8枚ぐらいからちょっと右へ振る、出しすぎると戻りすぎるみたいなコンディションやと思っております。はい、2フレ。ちょっと中行っちゃった。滑るやろ。おー、滑らんわ。微妙に思ってるよりも、想像よりもより強いかも。でも適応レーンは今練習投球を含め数球投げたんでは、ミディアムからちょっと上ぐらいな感触だと思うんですけどね。はい、ちょっとね左寄ります。お腹行き過ぎたやろ今度は。うわー倒れた。あれが自分で投げてて食われて滑ってんのか、ただ単にオイル滑ってんのかっていうのが状況判断が非常に難しい感じなんですけど、何はともあれピンアクションは出ますね。今の投げた感じではいいピンアクションしてる。ジャスト1回しか行ってないですもんね。出しに行ったよ。戻る。やっぱちょっとねデルタ RG は低めなんで、そんなに激しい球じゃないかも今の感じ。今のが戻らんってことはちょっと狭く投げなあかんボールかもですね。もしくはむっちゃ回転してる人が外に出過ぎた時でも収まってくれるような系のボールに感じるかな。はい、スペア行きます。どう曲がる。危な危ない。やっぱりおとなしいね。おとなしい。今日はこのボール1個で取りますけど、次、このボールと比較動画をまた改めて撮った方がいいかなっていう感じのボールですね。どれぐらいのどのメーカーのどれぐらいのボールに位置づけされるかっていうのも面白いんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあもっと右に振ってみようか。カラカラなところまで。カラカラなところまで振ったらどう。うわあ、持ってかれるなあ。あれは曲がってくる予定やったんですけど、
繋がってこやんな。はい。ちょっと今のは想像違い。ああ、でも僕がキャリーしてんのかな。さあ、出だしストライクなのにね、もったいないね、これ。ちょっと右戻ります。右戻ってちょっと痛めに沿わせる感じに、いわゆる閉じるってやつね。閉じたよ。やっぱりちょっと熱いけど閉じ気味の方がこのボール良さそう。僕の球質ならば大きくまたいで戻すボールではないと直感で思っております。オイル量もそんなにべったりどっぽりじゃないレーンでこの感じなんで、まあ、気持ちこう中間、ほんとザ中間っていう、まあ、僕の中でこれ言えばベンチマークになるんじゃないかなっていうイメージですね。はい。はい、閉じ気味よ、閉じ気味ね。やっぱりさっきの厚めよりはちょっと出しましたけど、ちょっと左寄ったんでね、閉じてる方が良さそうな雰囲気です。まあ、もろ被災ボールには適してるボールですね、これね。でも悔しいか、もう一回だけ右向けたいな。もう一回だけ、ね、点数よりも右向けたい。今日は僕の右向くはちょっとですけど、まあ、やっぱり今のを見てる限りではやっぱりもっと狭く投げた方がいいな。ピンアクションが足りてないもんで、あそこでもう一つグッて入ってくるボールやったら今の角度でパチンって言うんですけど、あのピンの弾き方してるようではちょっと攻め方間違ってるな。でもピンの弾きはこのボールいいですね。タイトに放った時の方がよりピンアクションの良さを感じる。もう一回右戻ってタイトに攻めますね。タイトに攻めてピンアクション出たらもう最高。ほら、やっぱりあの天秤の弾き方してるうちはタイトに投げてる方がボールの効果が出てる気がするな。なんやかんや言いながらこれほとんどストライクですね、このボール。練習投球5球ぐらいなんですけど、これ結構いいボールじゃない、そんな気がする。僕今月のレーン結構苦労してたんですけど、このボール持ったらなんか全部ストライクになるよ。はい、テンフレ、もうテンフレだ。ほい、ほら、むっちゃピン弾くよ、あのボール。へえ、いい武器手に入れました、水谷。やった。これは多分、世に認知されれば売れそうなボールだと思うけどな。やっぱりなかなかね、ボーリングメーカーって、そのボール扱ってるメーカーっていわゆる大手4社が際立って強いんですけど、まあ、アメリカにはね、小さい製造会社がむちゃくちゃあるらしいんで、その中の1個やと思うんですけどね、このビッグボーリングっていうのはね。はい、ほら、むっちゃピン弾く。すごくないこれ、あの当たり方。曲がっ、まあ、正直今の曲がってないです。曲がってないのにあんだけ弾くボール、まあ、狭く投げるべきですね。でもやっぱり 0.04 の割にはデルタ RG が、まあ、定感性 2.46 あるんで、まあ、転がりながら進んでくれるっていう
イメージ、まあ、0.04 なんで狭く投げたなというふうにひらめいたんですけど、いやー、エボール手に入れたわ。はい、ラスト。あー、打ちに行った、最低あれはダメだ。はい、ということで264、結構ね、中間って言ったものの、ちょっと最後の1球見てるとちょっと上かも、中間よりちょっといわゆるミディアムヘビーぐらいのボールで、転がりはいいです。やっぱり柄がね大きいのでぐるんぐるんしてますけど、よう見たら転がってるような感じに思いました。僕の回転数のなりにしっかり転がってくれてると思うので、最後にあのピンアクションになるというふうに思いました。なのでね、これもしあの興味があればぜひ皆さんにお求めいただきたいなという一品でございました。はい、ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。